人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび、人々はその円筒の内壁を人工の大地とした。その人類の第二の故郷で人々は子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、自治独立を求めて地球連邦政府に対し宣戦を布告。開戦から1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。我々は引き際を見出すことができないまま戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた。戦争の長期化にあたり、キシリアザビ少将はジオン公国領内で埋もれた人材発掘と人的資源の確保を名目に、女性のみで構成した秘匿部隊を設立。そのうちの一つが地球方面軍第二地上機動師団第11モビルスーツ大隊司令部付き特務小隊、通称ノイジーフェアリー。そこにいるのは兵士であると同時に多感な青春時代を戦場で送ることになってしまった少女たち。戦争の勝敗に関係なく彼女たちの未来をつなぐ、それがこの部隊の指揮官となった私の使命。本年少佐に黙祷を済ませて。了解。ありがとう。いえ、通常榴弾と鉄鋼弾が残っていたのはラッキーだったな。ウェイト1、確認しといて。交換部品の洗い出し、もうすぐ終わります。ダメだこりゃ。ナミア。あ、はい。いくらドムでもこの大物は背負えないぞ。ましてや重力化じゃな。総重量を下げるために軽量化するにも限界がある。砲撃を支える強度を損ないば本末転倒。やっぱりあのプランを進めるしかない。できることを増やさないと。それぞれがレベルアップすれば。ノイジーフェアリーはもっと強くなれる。一人だけに背負わせないから。絶対。戦場に最高の感動が隆起した。
アルマはやっぱ復帰してもガンガン前に出るんだろうな。そうですね。それがアルマさんの持ち味ですし。今のままじゃまたあいつを危ない目に遭わせちまうよな。それは確かに。例のものが完成すれば火力と手数は増やせるんですけど。狙撃と砲撃の二重支援ってわけか。ただそれでも。眠れてないんですか？パイロットは寝るのも仕事ですよ。って人のこと言えませんけど。あいつが復帰するまでに何か考えなきゃな。そうですね。ノイジーフェアリーのベストな形を。ノイジーフェアリーのベストな形。射撃訓練を行う。標的は物陰などに隠れているものもある。スナイプモードで注意して狙え。私が一人でですか？そうだ、ヘーゲル総長。主力はカリフォルニアベースの部隊が務める。君には狙撃による支援をしてもらう。見ての通り、オデッサから撤退する友軍は点在する連邦基地からの圧力を受け苦しい状況にある。特に太平洋を渡って北米の西側を目指す部隊ね。追い込まれた彼らはシアトル近郊に上陸。そこから陸路でキャリフォルニアベースを目指そうとしているの。そしてこのタイミングで連邦のバンクーバー基地に動きありとの情報が入った。絶対に逃さないつもりなんですね。オデッサが陥落した今、連邦の次の目標は間違いなくここ北米になる。余計な戦力増加を阻止したいというのが本音でしょうね。戦う力も残ってない奴らを袋叩きにしようって根性が気に入らねえ。やってみせますよ。あまり熱くなっちゃダメよ。あくまでも今回はあなたの狙撃の腕を見込んだ支援任務だから、くれぐれも無理はしないように。息を潜めた狙撃手の存在は敵にとって底知れないプレッシャーになるはずだ。了解しました。ブリンクマン技術少尉はドムの回収作業を優先。
一刻も早く戦列に加えられるよう全力を尽くせ。はい。じゃあそろそろ作戦の説明をするわね。今回の作戦はシアトルで救援活動中の主力部隊の支援よ。セレナ、あなたにはこのエリアを担当してもらう。オデッサから撤退中の友軍機は連邦からの必要な追撃を受けながら安全圏へと移動しているわ。友軍機が安全圏まで到達できればあなたの任務は完了よ。ただし損傷している機体も多く移動には時間がかかるわ。今後のことを考えれば大事な戦力であるモビルスーツは一機でも無駄にしたくない。フェレナには高所から敵モビルスーツ部隊を狙撃してもらう。あくまで救援部隊の援護よ。あなたはとにかく狙撃に集中してね。前に出て戦うことも重要だが今回はそれはなしだ。一発一発を確実に当てていくのはもちろん残弾管理にも十分注意しろ。友軍が分散しすぎていて救援部隊では全域をカバーしきれない。戦況によっては単独での作戦行動も覚悟しておきなさい。でも無理は禁物よ。アルマも待っているから無事に帰ってきなさい。アルマさん、早く回復してくれるといいですね。ああ、あいつがいないとどうも調子が狂う。なんだよ。実はアルマさんがここに来た時ヘレナさんと相性悪そうだなって思ってたんです。でもいらない心配だったんだなって。総員第一種戦闘配置了解。見えるか、ムーリースリー。
僕の手を使うか。素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。
よ。十分化け物レベルだよ。だがその目の使いどころは狙撃だけじゃないはずだ。モビルスーツ戦では規制概念にとらわれすぎない方がいいぞ。はい、失礼しました。できない理由に縛られて後悔するくらいなら遠慮せずにやれることをやるべきだ。キラーハーピーじゃない、キリー・ギャレット少佐によろしく伝えてくれ。遠慮せずにやれることを。連邦はこれほどのモビルスーツを北米に投入してきたのか。フェアリー3、グレーデン隊と連携し各個撃破に当たれ。想定外の物量だが冷静にな。了解。前に出るのは俺たちに任せろ。だが支援だからと思考放棄する必要はない。周囲の状況を見て適切な行動をとれ。戦術的な視点を持つんだ。はい。各機常に通信は開いておけ。刻々と戦況は変わる。報告を怠るな。
やはりいい腕だな。火を見て前に出ろ。君ならもっと敵を引きつけられる。そうかもしれませんけど、狙撃の腕を買われているもので。若いのに意外と保守的なんだな。は、君はいつの戦争をしてる。生身ならともかく、これはモビルスーツの戦いだぞ。狙撃士の仕事は変わりませんよ。君に足りないのは殻を破る勇気かもしれないな。失敗が怖いのか。言ってくれるじゃないですか。仲間を救えるか否かは一瞬の判断で決まり、一生つきまとうものだ。それだけは忘れるなよ。分かってます。分かってるんですよ。カズキ、数に圧倒されるな。火力を集中し、カッコ撃破だ。奴らにグレーデン隊の力を見せてやれ。了解です隊長。十字砲火のクモの巣に絡め取ってやります。
敵ができなくたってまだできることはある。おりー、これは喧嘩だ。やろー。素晴らしい戦果ね。ノイジーフェアリーの指揮官として誇りに思うわ。戦果は目覚ましいものだけど、撤退命令に背いて独断で行動、さらには貴重な光学カメラや狙撃ライフルを全損と。申し訳ありません。結果的に敵が沈黙したから良かったものの、失敗したらどうするつもりだった。友軍を助けるために最善を尽くしました。貴様、戦争だぞ、子供の喧嘩じゃない。お前が死んでいたかもしれないんだぞ。バルバラが怒ってるのはね、もしあなたに何かあったらと心配だったからよ。バルバラ注意。お前が近接戦闘の訓練をしていることは知っていた。その努力が報われたのだと思っておく。さて、エレナ、訓練や今回の行動から何か思うところがあるんでしょ。あなたの考えを話してくれるかしら。私たちは少数部隊です。一つの役割に縛られるんじゃなくて、もっと互いにいろんなサポートをし合えれば戦力アップにつながると思ったからです。私も同じ考えです。なるほど。でも狙撃が主たる機体で白兵戦を行うのは無謀と言わざるを得ないわ。分かってます。だからだから、イフリートを私にください。いやいや、喜べ。どうしたんです、イルメラさん。オデッサの連中から保有物資リストが回ってきた。その中にあったんだよ、こいつが。キャロップのホバーユニットにエンジンも。これでいけるぞ、ミア。はい。エレナ、頼むわよ。任された。了解。未熟だ。だから必死で考える。とにかく一生懸命やってみる。アルマさん、今度は私たちも一緒に戦うから。次回、出口のない霧。ああ、ちょっと、そのケーキミアのですよ。戦火に照らされ妖精たちは踊る。